上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ちなローソンのマチカフェドリンクロイヤルミルクティーとカフェモカエスプレッソラテを飲みたいと思います。んー、どれもミルク感があって美味しそうですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ただどれがどれなのかちょっとわからなくなっているので、まずこちらから飲んでいきたいと思います。ではに飲んだカフェモカ、ちょっとココアよりちょっと苦めの味わいの飲み物で、まったりとしたミルク感とほんのりくる苦みがとても美味しかったですので、こちらの点数とさせていただきます。続きましてこちらのエスプレッソカフェ、こちらはちょっと苦みが強くて、それをミルクがいい感じにまろやかにしているのですが、ちょっと物足りないかなと思うような部分もありました。まあ、何を求めているのかという部分もありますが、もうちょっと強くても苦味あるいはミルクのどちらが強くてもいいかなと思うので、こちらも点数させていただきます。そして最後に飲んだこちらのロイヤルミルクティー、こちらはどちらかというと紅茶の香りが強くてミルクの香りはあまりしなかったですね。入れ方にもよりますので、紅茶の味を求める方にはおすすめですが、まったりとしたバランスの良さを求める方にはちょっとかもしれません。そこのあたりで好みが分かれるかなということで、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。